バスメインで40年ほどのアングラです。シーバスなどでベイトリールで P1.5 を使用し、40g 以上のルアーをジンをフルキャストしてよく高上げします。腕の問題ですか、 DCMD であれば解消するんですか。まずいきましょうね。PE1.5 ペの 1.5 ちょっと持ってきてみましょう。ペの 1.5、31ポンドと書いてあります。31ポンドっていうか相当強いってことですね。31、ところがですね、これ各メーカーによってペの、書き方が違います。一番強かったところが31ポンドと書くんですね。この3割引き21ポンドぐらいね、21ポンドぐらいが基本的には本当のその PE のペの強さだと思ってください。普通はあとは平均値を書くメーカーさんもあります。だからペってこうムラがあるんですよ。強いところと弱いところのムラがあるんですね。でそこの平均値がだいたいその大体3割引きぐらい、まあ、2割から3割引いていただくと本当の強さだと思ってください。今ここに言われてるのは 40g 以上と書いてありますね。本来 1g1 ポンドの強さが必要とします。1g のものには 0.5、0.5 ポンドから1ポンドぐらいのものだったら、切れずに、気持ちよく投げることができますよ。つまり 10g のものを投げるのには10ポンドの強さが必要だということになります。最低で5、まあ、その辺からだいたい4割引きぐらいになってきますね。だから6ポンドから、6ポンドから 10g のものをパーンって投げるんだったら6から10ポンドぐらいがいいですよ。あった 20g はっていうと20ポンド、4割引きで14ポンドぐらいから、14ポンドぐらいからだいたい20ポンドぐらいがいいでしょう。ちなみに12ポンドで投げる 20g 投げるとどうなると、ふーツンって切れて済んできます。14ポンドファーってやるとやっぱり切れる時があります。でもだいたい14ぐらいあるとまあまあいけっかなっていう感じになりますね。俺がやるようなこうグワーンとかいう投げ方しなければまあまあいけるでしょうと。つまり 40g ということは、少なく見積もってもだいたい30ポンドぐらい、25ポンドぐらいから25ポンドぐらいから40ポンドぐらいの強さが必要だということになりますね。それが切れて飛んでいく21ポンドぐらいしかない糸で 1.5 号ということは、そんなもんですから、切れるのは当たり前でございますね。普通のことでございます。高切れするんですけど、つまりその強さが弱いということですね。 40g ならいいですけども、 40g からって言われておりますから、これで60投げたりなんかすることがあるわけですね。60を投げるということはですよ、だから60ポンド、まあ割ってきますとだいたい40から60ポンドの強さが本来は必要だということです。ってことはそこに先っちょにですね、リーダーをうーんと長くして、PE の力で投げないようにすれば、まあ切れづらくなるということになりますね。はい、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。